しのけんのポッドキャスト教えて篠崎先生。ポッドキャスト教えて篠崎先生は、日本語教育についてのお悩みや授業のヒント、文法に関する質問や発音矯正のやり方などを、日本語教師歴20年の篠崎大師がお伝えする番組です。知的に輝く人生をコンセプトに、日本語教育を楽しむノウハウを提供する株式会社しのけんがお届けします。皆さんこんにちは、張佳玲です。ポッドキャストしのけんの教えて篠崎先生、今日は第82回です。篠崎先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、はい、もう2ヶ月ぶりですね。ですね。今の張さんのスタート聞いて懐かしくさえ思います。私も久しぶりに読んだので懐かしいです。ね、元気してましたか？はい、元気です。ね、もうね、あの期末試験も終わって、はい、でね、春休みにも入って、のんびり春休みを楽しんでます。そうなんだ。はい、いい感じですね。はい。はい。というわけで、まあ、2ヶ月ぶりのご質問ということで、早速じゃあ行きましょうか。はい。今日は60代デビューから5年目の女性の方からこのような質問をいただきました。篠崎先生、張佳玲さん、こんにちは。いつもありがとうございます。はい、こんにちは。こんにちは。大学で教えていらっしゃる篠崎先生もよくご存知だと思いますが、張佳玲さんにもぜひ今大学生の年代で人気がある小説や読み物、ドラマを教えていただきたいです。現在上級クラスの読解を担当していますが、徐々に大学合格者が出てきています。そうなると一気に学習意欲が減退する学生が例年出てくるそうなので、今の日本の高校や大学で流行っているものや、大学でこの話題が出てもついていけると楽しいよというようなものなら読みたくなるのではないかと思うのです。いくつか具体例を挙げていただけませんか？よろしくお願いいたします。なお、今まで芥川龍之介や星新一のショートショートなどは授業や宿題で扱ったことはあります。ドラマの脚本も探してみたのですが、適当なものが見当たらず、少し前のものは時代背景が違いすぎて困っています。です。なるほど。はい。なんか、これと同じような質問は前にもありましたよね。はい。その、試験が終わって、みんなが学習意欲があまりなくて、みたいな。そうだよね。はい。うん。まあ、それはね、なくなるよ。わかります。もう本当に。それはもう、やっぱりそれ、まあ、ということは、それまでね、その試験のためにどんだけこう、はい、頑張ってやってきたかっていうことなわけじゃないですか。はい、頑張った分は、もう、だるく。で、その分反動でね。はい。やっぱりそれはね、自然なことだと思いますよね。ですね。はい。で、前回の時は確かね、調査には、まあ、試験が終わった後、まあ、は、学生の興味のある、はい、その、お茶の体験だとか。ああ、お茶の飲み比べでした、ね。ああ、飲み比べとか、やって、はい、で、そう、学生にこう発表してもらうとか、はい、っていうのを紹介してもらったと思うんだよね。はい。うん。で、この場合は、上級クラスと読解、ね、どうでしょう。読解前は文化の授業だったので、それはそれでいいんですけど、うん、読解となったら何か読まないといけません。なんかね、そう思った時点でなんか重いなっていう感じですね。もう読むのが読むのかっていう感じですね。はい、で、例えば張さん、その今流行っている人気がある小説とか読み物とかドラマとかっていうのはありますか？私の場合はあんまり小説とか読み物とかドラマを見てないんですけど、アニメばかり見ていて、アニメの話しかわかりません。ああ、今ハマってるアニメとかありますか？はい、ハマってるアニメはいろいろあるんですけど、人気のアニメって言ったらやはり鬼滅の刃とか、あと呪術廻戦とかが最近流行ってますね。ああ、はい、年代も近いしね、主人公のね。まあ確かに。おお、それは何？漫画から入る、アニメから入る。アニメから入る人が多くて、大学にも基本みんなアニメの話をしてました。あ、本当、はい、アニメからその漫画本に入るっていうルートはあるわけ？ありますけど、読む人と読まない人が読まない人の方が多いかもしれません。もともと漫画とかが好きな人だったら漫画も読みますけど。あ、はい、なるほどね。そうするとそのなかなか大学生の
年代で人気のある小説で読むのとかいうアプローチだとなかなか厳しいかな。はい。気がするよね。はい。そうすると、今度はもう一つは、その、大学合格者が出てくると、大学に橋渡しになるような、はい、まあちょっと専門的な内容を含んだ文章。はい。はい。それはその話題は避けてくれと言わんばかりのなんか、ね。なんか難しそうな。でも読むときっと力になるとは思います。ああ、はい。例えば、張さん、ね、国際言語文化学科でしょ、はい、日本語、日本文学コースでしょ、はい。で大学の授業でなんか読んだ小説とか読むのとか、はい、ここでは芥川龍之介とか読みました。あ、読んだ。面白かったです。面白かった。はい。芥川龍之介の何読んだの。羅生門とカッパと あと桃太郎を読みました。おお、はい、なるほど。読んでみてどうでした。なんていうか雰囲気がすごく良くて好きですけど、やはり留学生にとっては意味はわかりますが、裏の意味は読み取れないというのがかなり多くて、先生の解説がないとなかなかそんなに深くは読み取れませんでした。あ、なるほどね、はい。なるほど。それは、例えば、先生の解説も必要なんだけども、例えばネットでこう解説しているようなものとかはあるわけ、ね、ああ、ありますね。自分で読むときはちょっと調べたりして読んでます。それは役に立った？役に立ちましたね。あ、本当。はい。例えば、そういうその、文学の学部に進学するんだったら、その学生に合うような。はい。まあ。有名な文学作品とか。ああ。はい。それをちょっと読んで紹介してもらうとか。ああ、それでしたら、確か高校の時の授業はありましたね。日本語文学の。あ、本当。はい。日本語学科の上で、その時の授業は、確か、一グループに一つの文章を読んで、うん、みんなの前で発表するような授業でした。あ、はい、なるほど。それは、その、文章 のテーマとか、選ぶのは誰が選ぶ、はい、先生が選ぶ。先生が。あ、はい。で、みんなくじ引きで決めます。あ、そうなんだ。はい。あ、なるほど。そっか。自分で選ぶとなかなか人は厳しいかもしれないな。ですね。はい。そしたら、例えば、それでもいいし、あと、経済系だったら、はい、なんかビジネス書、わあ、難しそうな。いや、そんなことないよ。だって。そうなんですか。だって、芥川龍之介みたいに、こう、難しい言葉あんまり使ってないから。でも、ビジネスがついたらなんか難しいような気がします。経済系だったらむしろそっちの方がいいんじゃない？お、そうなんですか。うん、だって、はい、タイムマネージメントどうのするかとかさ。はい。あとなんかね、株取引の方法とかさ。いや、そっちの方が難しいんじゃないですか。まあ、例えばね、そういうので、はいはい、ね、会社を作る方法とか、なんかそういうの。それは楽しいかもしれませんね。はい。で、まあ、学生が選んでもいいし、教師ので選んでもいいし、なんかそういうの、その学生のその専門性につながるとか、専門性のその、興味をくすぐるような文章を読ませて発表させるっていうか、はい。まとめさせて発表させるっていうか、はい。そういうんだと、いいかもしれないね。読解にフォーカスするんだったらね。はい。うん、しかも、この時期も多分一番大学生活が楽しみになっている時期なので、大学の、なんていう、科目関係のものを読んだら、あ、楽しく感じるんじゃないかなと思います。あ、なるほどね。はい。あと、例えば、自分が進学する大学のパンフレットを読むとかどう？お、それいいですね。うん。で、大学のパンフレットを読んで、その、在学生の、いろんなコメントとかも書いてあるわけです。インタビューとか、あったり、校舎の、とか、写真とか。うん、ああ、はい。それで、大学の紹介をすると。それすごくいいですね。絶対楽しいです。ね、はい、この私が選んだ大学とか、私が入学した大学って、こんな歴史があって、はい、この学部が、有名で、こんな先生が結構有名なんです、みたいな。はい。しかもクラスメイトも多分気になると思います。自分のクラスメイトがどこに行くかとか。あ、なるほど。はい。なるほど。なんかそういうのだと結構いいよね。はい。明暗です。明暗だよ。今パッと思い浮かんだんだけど。はい。だからそういうふうな、あんまりこう、読解するんじゃなくて、興味に沿ったテーマで活動をやって、まあ、それに、その活動の中の一つに、まあ、読解活動みたいなのが入ってくるとかと。はい。いいんじゃないかなーって、まあ、あんまりこうストレス感じなくていいんじゃないかなーって。ですね。うん。気がするんだけど、どうかな。ちょっとそれ、やってみてください。
ね。ポッドキャスト教えて篠崎先生第82回でした。篠崎先生、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では篠崎大師への質問をお待ちしております。ウェブサイト篠研日本語教師篠崎大師研究室にあるフォームからお申し込みください。 URL は www.kanjifumi.jp www.kanjifumi.jp です。この番組は提供株式会社篠研、プロデュース篠崎大師、番組協力コロランテ、ナレーション太田由紀子によりお送りいたしました。